はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、D バレで銀行口座チャージができない運転免許証で本人確認しようとするが全然できない件についてということで、今回は D バレについてですね、この動画はキャンペーン情報とかではないんですけども、僕が最近ですね、ちょっと D バレを使ってて、とあるところでつまずいたので、まあそれについてお伝えしていこうと思います。今日はですね、おまけの動画もちょっとだけありますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは、いってみましょう ま、ここ最近ですね、まあ、D 払い本当に熱いキャンペーンがまあまああったりするんですけども、まあ、その D 払いのキャンペーンに参加するために、ちょっと銀行口座からですね、僕チャージしようかなというふうにしようとしたんですが、まあ、それがですね、ちょっとチャージがうまくできなかったんですよ。で、なんでそのチャージができないのかというとこを見ていただきたいんですが、今実際のですね、僕のこれは D 払いの画面なんですが、こちら残高見ていただいたらわかる通り、1,105円なんですよね。というのも、もともとあの D 払いのこのマイナポイント覚えてらっしゃいますかね、最大8,500円確定ということで、 去年の9月の1日に3万円分をチャージした以来ですね、D 払いをまだ全然チャージしてなかったんですよ。まあ大体 D 払い僕が使う時のタイミングっていうと、ほとんどキャンペーンの時に使うっていう感じだったんで、まあ大事に大事に使って、本日2月の22日までずっとチャージをせず、このままでやってこれたっていう感じなんですよ。ちなみにチャージした時がこんな感じの履歴ですね。9月の1日に1万円分、そして2万円分っていう感じなんですよね。 で、どこでつまずいたかっていうとこなんですが、実際にここのチャージっていうところをタップすると、ここにチャージ項目が下から出てくるんですが、4つの中から今回一番左の銀行口座ですね。ここからチャージをしようとしたんですけども、これが出てきたんですよ。この機能を使うには、本人確認が必要です。本人確認を行う閉じるというふうに出てきて、え、本人確認と思って、え、なんでこのタイミングで本人確認しなければいけないんだろうと思ったんですよ。で、ちょっとその理由をですね、調べてみまして、まあ実際にどのタイミングでそのお知らせがあったかなっていうことで、お知らせ 一覧から今の本人確認についての情報があるかどうかちょっと調べてみましたするとここですねその他の項目で2020年の10月23日ドコモ口座をご利用のお客様における本人確認のお願いチャージ可能な銀行口座を登録済みでドコモ回線をご利用でないお客様向けということであ、ここが僕該当するとこだなと思ってまあ結構日付前なんですけどもそれがここですねドコモからのお知らせということで今お伝えしたようにドコモ口座をご利用のお客様における本人 確認のお願いチャージ可能な銀行口座を登録済みでドコモ回線をご利用でないお客様向けということで日付が2020年の10月23日にすでに発表されておりましたまあというのもまあドコモもねまあ今出てる通りこの度は一部の銀行においてドコモ口座を利用した不正利用が発生しておりお客様に大変ご迷惑をおかけしたことを深く申し上げますということでまあ去年ねなかなかこのドコモ口座についてかなりね燃えちゃった部分はあったんですけどもまあそれに対してのまあ、本人確認だと思うんですが説明文 もここに出ておりますドコモ口座を安全にご利用いただくため2020年10月27日から現在チャージ可能な銀行口座を登録済みでドコモの回線をご利用でないお客様を対象に本人確認を実施していただくことをいたしましたと本人確認していただくことで引き継ぎチャージ可能ですということでまあこのお知らせぐらいから僕全然本人確認してなくてちなみにドコモユーザーではなくてワイモバイルのユーザーなのでまあ今回これにしっかりと該当するんですよねじゃあ分かりましたということで早速ですね 本人確認をやってみたいと思うんですけども、この本人確認を行うっていうところをタップしていただくと、こういった画面が出てきます。本人確認をすることのメリットというのが出てきますね。送金、出金、D ポイントを送るっていうのが使えるようになると。で、画面を下に下がっていただくと、オンラインで本人確認という項目が出てきますんで、 その際に、本人確認書類の選択っていう項目があるので、運転免許証もしくは運転経歴証明書、もしくはマイナンバーをお持ちであればどれかを提示してくださいということですので、僕は今回お題の通りですね、運転免許証を選択しました。で、利用設定と規約確認の項目が出てくるんで、ここの職業を選択して、利用目的も選択して、あと利用規約に同意するっていうところチェック入れていただきたいので、ここもチェック入れるとで。そこまでしっかりと選択をしたら、内容を確認して進むというところをタップします。そしたら次にですね、本人確認の前 の準備ということでスマホのカメラで確認をしますということですのでここにも説明が出ております撮影は3回行われますそれぞれ本人確認書類を表面裏面厚みを撮影してくださいとで本人確認書類に記載されている名前住所生年月日など D ポイント会員情報が一致していることを確認してくださいということですのでまあ、たまにね登録された住所とかと違う場合もあったりするかもしれないのでここはしっかりと確認をした上で実施してくださいでそこまでが確認できましてここですね早速 次、絵をタップして、まあ、今回のミッションが出てきます。ここにも出てるように、本人確認処理の文字が隠れないように、口を持つようにして注意して撮影してくださいと、わかりました。で、次に撮影が始まったら指示に合わせて顔を動かしてくださいと、わかりました。で、そこまで確認ができて、早速ですね、このように運転免許証を提示して、そのまま本人の画像が映ってる状態で撮影をしたんですけども、もう20回以上ですね、トライしたんですが、もう本当にうまくいかないんですよ。これ本当実際にされた方いらっしゃればわかる と思うんですがマジで難しいですあもちろんねこの画像は猫ちゃんでやってるんですけどもちゃんと人間でやってはいるんですがこれ本当にね難しくてねもう泣きそうになるぐらい難しいんですよねこれむしろクリアできた人いるのかなと思うぐらい本当に難しいですで何が難しいかっていうと今このように免許証をですねこの型の中に当てはめるんですよ持ちながらこの中にはめるんですけどもここがまず読み込んでくれないんですよで一番最初はうまくいったんですけどもそれ以降が全然進まなくて ずっとやっててもタイムアウトしましたみたいなことが出てきて何度もトライするんですけどもやっぱりできないともう本当にこれはクリアされてる方いるのかなっていうレベルで難しかったです でですね、そういえば、本人確認、ま、あ誰かやってたような気がして、早速ですね、ちょっと YouTube で、D 笑い本人確認っていう風に調べたら、じゃんっていうことで、みんな大好き、おにまるさんがですね、すでに3ヶ月前にもうトライされてたんですよね。で、この動画を拝見したんですけども、ま、あ悪戦苦闘されてて、おにまるさんは動画内では、うまく申請が遅れてたっぽいんですけども、僕はその撮影の段階で、うまくできず、進めない状態だったんですよね。しかも動画内で、撮影がですね、結構苦戦されてた状況がめちゃくちゃ っちゃ分かるんですよ、あ、すこの鬼丸さんの動画の題名にもあるんですが、ドコモショップに行った方がいいかもっていうふうに記載されてて、まあ、今回のその本人確認についてということで調べまして、そのドコモショップのこともちょっと調べてみたいなと思って、ここのオンライン本人確認を行うためにどうしたら良いですかっていう項目、ここをタップすると、まあ、ご覧のような画面が出てくるんですが、少し画面を下に下がっていただくとですね、 ここに出てますね。すでに銀行口座を登録されているお客様で、オンライン本人確認が行,お客さ行えないお客様は、ドコモショップ、店頭にて本人確認を行うことが可能ですと。で、店頭で本人確認を行うには、以下のいずれかの書類をご、ご持参くださいということでしたので、まあ、運転免許証とか、運転経歴証明書、パスポートとか、マイナンバーカードっていう、まあ、先ほどの項目からパスポートが追加されてますね。なので、これを持ってって、うまく進めることができるらしいんですけども、まあ、ほとんど僕もドコモショップ行ったことないんですが、ちょっと調べましたら、来店予約やっぱしないといい。 いけないらしくてドコモショップの来店予約を近くのショップでしようとしたら当日はですねなんと予約は満席ばかりでございました他の店舗調べてもちょっと当日は厳しそうな感じでまあ、僕の容量が悪いっていうのはあるんですけどもなのでねなくなくちょっと別の日にしようかなという風に思いますもうほんとピエンって感じなんですよでちなみにですねもしオンラインで本人確認がうまくできなかった時のチャージ方法ということでもうこれはもうご存知の方も多いと思うんですがまあ、2つありまして1つはセブン銀行 ATM からの チャージと,いうことです、ね、まあ、これはもうほんと一番シンプルで簡単かなと思います。セブンイレブンの ATM、セブン銀行 ATM からチャージをすると。まあ、これであれば普通にチャージもすることできますし、もしくはコンビニでのチャージという方法もあります。まあ、ローソンとかファミリーマートでもできたりするので、まあ、こういった方法であれば、まあ、銀行口座からじゃなくてもチャージができるかなと思います。まあ、僕はね、なんとしてでもね、銀行口座の道をちょっと開きたいと思うので、まあ、何度かオンラインで再度トライするか、まあ、ドコモショップに行こうかなというふうに思っております。まあ、そんなこんなで今回は D 払い の本人確認が激ムズな件についてということでで簡単ではありままししたたたけどもお伝えさせていいだきましたいや本当ね、結構僕も D 払いは使う頻度というとキャンペーンの時は結構使ったりはするので、銀行口座からのチャージができないっていうことについてはかなり不便には感じました。まあ、去年あったね、あのドコモ口座の件で、まあ燃えちゃったということについてセキュリティ強化してる部分についてはとてもいいことかなと思うんですけども、まあ、ここまでね、本人確認が難しいとほんと僕も予想してなかったんですよね。 ま、ぜひですね、まあ、今回の動画を見られて本人確認クリアしましたよとか、うまく申請できましたよっていう方いらっしゃいましたら、まあ、下のコメントいただければなと思います。僕が先ほどね、お伝えした鬼丸さんの参考にさせていただいた動画も概要欄にリンク貼っておきますんで、ぜひそちらも気になる方は見ていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました こちらの動画覚えてますかねまあ、ちょっと前に動画でアップしたセブン銀行 ATM のチャージキャンペーンについて覚えてらっしゃいますかねまあ、セブン銀行 ATM チャージキャンペーンということでセブン銀行 ATM に一度に7000以上ですね交通系電子マネーにチャージをしたら抽選で2万名様に現金が1000円当たるっていうキャンペーンだったんですけどもなんとですね僕今回当選したんですよちょっとテンション上がりましたね、まあ、本人確認ができなかったことにうーんって思ってた絵先当選したことにはマジでテンションが上がりましてまあ、それがね、まあツイッター でもつぶやいたんですけども当選された方はですね僕みたいにこんなメールが届いてますんでぜひメールチェックしていただければと思うんですが、まあ、その際にですね今回これセブン銀行 ATM からの受け取りをしないといけないみたいだったのでしかも現金でもらえるみたいですでやり方とかもメールに記載されてたのでもし当選された方は受け取りを忘れないようにしていただければと思いますということでありがとうございました